ソフクギャン見て。何ですか？じゃん。何ですかそれ？名刺だけどシールになってるのを作りました。はこのマジで東京ドームで自主興行をやるっていうのを言いたいのと、これからやっぱ東京ドームシティで働いて、はい、多分全くなのことを知らない人がいっぱい出会うと思うので、はい、それを渡したくてこれ作ったんですよ。ちょっと一枚見せてもらっていいですか？かわいいでしょ。あ、すごいですね。もううなぎさんっぽい。そう。はい。あ、これシールなんですか？シールなの。あ、本当だ、すごい。どこでも貼れるの。あ、すごいですね。すごいでしょ。あ、いいですね、これ。で、はい、やっぱり、その、お金と信頼を貯めなきゃいけないわけでしょ。そうですね。で、信頼。はい。で、これを、今から、はい、東京ドームの、このシティで働いてる人に、はい、今から渡しに行くわ。全員に。今からですか？今から。今から行く。今から。あー、それは結構、どうもない時間かかりますよ。かなり多いですからね、人数。え、そんないっぱいいるの？います。今日お休みの人だっているでしょうし。そっか。はい、シティ内すっごい。じゃあ明日も来る。結構ほんと大変ですよ。マジ？マジです、マジです。そんなにいっぱいいるの？そうです。いっぱいいます。でも、これを渡したいの、みんなに。はい。なるほどですね。じゃあ、例えばなんですけど、スタッフ食堂。社食？そうですね。まあ通常スタッフ食堂があるので、はいはいはい、アルバイトの方々がみんな集まるので、そっか。例えばそこで配るっていかがですか？おお、確かにいい。たまにはいいこと言いましたね。たまには。あ、そうですね。ありがとうございます。初めて。あ、そうですか。じゃあお役に立ててよかったです。みんなには伝えます。よし、決定。キャン！東京ドームシティ初の従業員兼プロレスラー国際式にかける歌舞伎者、うなぎさやかです。私、この東京ドームで自主興行をやりたいと思っています。そのためには大きな信頼とたくさんのお金が必要です。東京ドームシティで働く皆さんの信頼をたったこの名刺シール1枚で勝ち取ろうとしております。8月8日、スタッフ食堂にて、すべての方にこの名刺シールをお配りし、皆さんにたくさん宣伝していただきたいなと思っております。必ず、これを受け取りに来てください。ギャン！さあ、うなぎさん。はい。先日、うなぎさんが、ドームシティの皆さんに、うん、挨拶したいと言われましたよね、はい、うん、そこからですね、私社内広報を駆使しまして、おお、かなり告知の方をいたしました。えらい、ありがとうございます。褒めて使わす、ありがとうございます。で、今さっきちょっと連絡があって、はい、かなりその、アルバイトの方とか社員の方とか、はい、スタッフ食堂で待たれてるらしいんで、お、早速ちょっともう行きましょう。行きましょう。みんな心待ちしておりますんで、行きましょう。めっちゃ準備してくれてる。正式にかけるかも。正式にかけるかも。いっぱい並んでステッカーお渡し会始まります。ありがとうございます。嬉しい。いっぱい。ありがとうございます。フォローしてます。ありがとうございます。ぜひ来てください。ギャン。ありがとうございます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 。お願いします。ありがとうございます。これは嬉しいですね。いや、嬉しい。ありがとうございます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 。ありがとう。またね。あ、覚えてる。猫キャンプ来た。お願いします。ね、頑張ってるみたいで。これをくれた人。猫キャン。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。せーの、じゃん。せーの、じゃん。ちょっと話変わってくる。これかな。これにとろろと温玉。失礼します。どうぞ。ご一緒よろしいですか。どうぞ。わー、こんないいもの食べてるのないただきます。普通のお店みたいな。おしゃれ。おしゃれ。え、これただ？あ、ただじゃない。なわけないか。かなり安い。安い。え、でもこれ持ってるから、今取れるってこと？取れますね。チャンピオンベルトを隣にして食べる。いかがですか？そうね。その日常は。不思議な感じが。メキシコね。メキシコの団体のベル。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最近はすごい人集まりました。めっちゃ嬉しかったです。しかもずっとこの社食に永久にウナが流れ続けるこう脳への刷り込み、ありがとうございます。ますます魅力として東京ドームが好きになったね。まあ、普段興行する場所、今だったらこう後楽園、今日もこの後後楽園の試合なんですけど、まあ、やっぱりここで働いてる人たちとこう会話することもやっぱ普段は絶対にないし、だったけどもう結構こう挨拶とかしてもらって、もうこのね東京ドームだったり後楽園だったりこの東京ドームシティはもう仲間がいっぱいなので、もう次東京ドーム工業をね目指してみんなで一緒にチームになって、ただのお仕事ではなくチームになってみんなでいいものを作っていけるように、まずはこの9月2日後楽園ホール大会に向けていきたいと思います。じゃん。